さあゆっくりとしたローリング最終コーナーから立ち上がってきます。そしてイエローラインでアクセルオン。スタートは切られました。スタート。さあ福原海、今回もいいスタートを切っていきました。その後ろに黒田がピタッとつく。さあそして2コーナーのところでは3番手4番手あたりが横並びになったんですけれども、3コーナー立ち上がってきますと、まず福原、2番手に黒田、さあその黒田がインサイド、4コーナーで仕掛けていった。横並びどうか。福原が頭一つ前だけれども、インサイドのポジション黒田がキープしています。黒田6コーナーでトップに浮上。黒田トップに浮上しました。福原2番手、3番手に新見康介が来ています。3番手に新見康介、最終コーナーから立ち上がって4番手には野口、5番手には広岡陸生が上がっています。さあ福原海の後ろでスタートした富田アルファは結構ドロップしてしまいました。どう攻めていくでしょうか。長い長い周回数は25周。まずはカーナンバー17番セカンドスタートの黒田がトップに躍り出てきました。そこにしかしながら福原ともう1台新見がピタッとついてトップ3を形成しています。少し離れまして野口、広岡、その後ろに井本、さらに田中、富田、少し離れて川崎と浜口というふうに続いています。さあ富田アルガは2コーナーのところでもイン側飛び込んでいきます。ポジションは上がったでしょうか。ワンポジションアップ。カーナンバー19番井本大河の後ろに出ました。さあそして前の方のバトルなんですけれども、3番手に上がった新見康介が前を攻めていますが、なかなかパッシングには至っていません。トップ34番手以降を引き離しつつあります。4番手にはカーナンバー13番の広岡陸生が上がってきました。さあしかしながらこのバトルでトップ3と4番手の間少し離れました。そして3番手新見、2コーナーで仕掛けていきます。新見2コーナーで仕掛ける立ち上がりはどうか。新見が前、福原海3番手ドロップ、4コーナーでは返せません。さあこれで後ろがついてきた。2番手以降が大きな列になりました。頭一つ抜け出して楽になったのはカーナンバー17番黒田颯。先ほどの福原よろしく、後ろを大きく引き離しています。4周終了、5周目。さあ2番手3番手はテールトゥーノーズ、新見の後ろに福原が、そしてそのさらに後ろからは広岡がここ3台ピタッとついています。さらにその後ろには富田アルガが上がってきました。さあ6コーナーのところ2番手3番手争い、少し3番手の福原海が前の新見にアプローチをしていきましたが入ることはできません。最終コーナーから立ち上がり2番手の新見マシンを調整します。後ろから福原、2コーナーには仕掛けません。廣岡の後ろから富田もついてきました。富田決勝スタートのドロップからすると素晴らしいリカバリーを見せています。さあそして4コーナーインサイド、福原飛び込んでいきます。福原海2番手に浮上、しかしスピードが伸びているのに新見、6コーナーどうか。福原が前をキープ、6コーナー福原が前をキープしています。2番手福原、3番手新見、4番手廣岡と5番手富田がぴったりついて3番手争い3台になりました。少し離れまして6番手にはカーナンバー16番の野口くる。さあその前の集団、富田アルガがインサイド2コーナー飛び込んでいきまして、立ち上がりでワンポジションのアップ、廣岡陸生を捉えました富田アルガ。さあ富田なんですけれども、先ほど予選でもスタート直後少しドロップをしてしまいました。どうやらキャブの調整にまだ慣れていないということで、この決勝もスタート直後はドロップしてしまいましたが、合わせりゃ早いということなんでしょうか。先ほどのドロップをものともせずに上げまくってます。現在7周終了、8周目。まだ前半3分の1にもなっておりませんが、素晴らしいリカバーを見せまして現在4番手、5番手には廣岡陸生です。さあトップのカーナンバー17番、トレンタクワトロ鈴鹿、黒田颯、後ろに差をつけておりますが、ぶっちぎって逃げていくという感じはありません。
ブリヂストンシリーズや SL レインボーに参戦しているという方、後ろが競ってくれれば楽になるんですが、2番手以降はどのような展開になるのか。2番手に躍り出てきましたカーナンバー15番の福原は新見と富田をひっつれて前との差を縮めていくことはできるでしょうか。6コーナー後ろからじわじわっと3番手新見が来ます。2番手の福原、そして新見の後ろには富田アルガがイケイケで追い上げてきています。さあ次の2コーナーあたり富田アルガ入ってくるんじゃないでしょうか。九州終了10周目、まだここは入れません。詰めていきます。さあ現在タイムはですね、トップの黒田よりも後ろの3台の方がコンマ2秒ほど早いタイムで周回をしています。このペースでいくと本当にあと数周で追いついてくるんじゃないかと思われます。決勝は25周、帰ってきますと10周終了ということで、まだあと15周あります。予選よりも長いディスタンスがまだ残っている。パレットクラス、さあここで入ってきた2コーナー、富田アルガインサイド、さあクロスで返していけるかどうか、これは返せない。富田アルガ3番手に浮上、新見康介4番手です。返したかったんですが叶いませんでした。さあ速さが調整ついた富田アルガ、今度は福原海を追っていくことになりますが、その福原も前の黒田を完全に捉えています。黒田颯スタートダッシュは決めましたけれども、逃げ切ることはできなさそう。11周終了、12周目、2コーナー3コーナーから立ち上がってきて、ラインは各ドライバー全然違う。そして4コーナーまでで1列になって6へと向かっていきます。すごい勢いでこの6コーナー進入、飛び込んでいって、そしてそのままもう1回大きく曲がらなくてはいけない複合コーナー、この中山の難しいポイントの一つ。さあそのあたりでもまだバトルは起こっていません。そして2コーナー3コーナーへと向かっていく。多分1周ごとに彼らいろんなことを学んで、いろんなことをピンときて速くなっていくんだと思いますが、このレースで一番成長を見せてくれるのは誰なのか。最終コーナーから立ち上がってきます。トップ4が完全に一塊になりました。13周終了、14周目、残り周回数は12周。さあここで動いたのが富田、福原のインサイド飛び込んでいった。2コーナー立ち上がりはどうか、2番手に浮上、しかし後ろがまだ微妙な状況。福原かそれとも新見か、4コーナー3ワイド、富田、福原、そして新見という、そういう状況で4コーナー立ち上がっていきました。新見一番イン側に振ったものの、ちょっとやっぱりきつかったですね。立ち上がり少しばらけましたが、もう一度14周終了、15周目、5番手以降は離れました。5番手が完全に単独の広岡陸生、6番手は浜口康弘、そして7番手以降が集団になっています。さあそして2番手の富田アルガ、完全に前の黒田を捉えました。黒田颯、後ろにエンジン音をビリビリと感じながら走っていることでしょう。ホームストレート15周終了、残り周回数10周。さあ富田を抑えることができるか黒田。ピタッとついてくる富田、ピタッとつく前の黒田、たまらず後ろを振り返る。その後ろでは3番手争いも、福原と新見で争っておりますが、6コーナーのところも微妙にラインが違うんでね、行くのかと思いつつ、ここでも変わりません、順位は変わらず。最終コーナーから立ち上がり、さあ富田アルガはここでスパーンと前に出て逃げろ、そんな作戦を選択するのかどうか。2コーナー入った、インサイド入りました。前に出れば逃げ切れると判断したか富田アルガ。しかし黒田もイン側キープをして4コーナーへと向かっていきます。後ろから福原も来る、
して富田がそれをクロスラインでかわしていく。黒田、富田、福原、そして新見という4台一段になって6コーナーへと入っていきます。面白くなってきました。最終コーナーから立ち上がり、黒田、富田、福原、新見、順位は変わりませんがバトルが起きています。さあ今度も行きます。富田2コーナー入っていく。さあそして先ほどと違うのは、違うのはどうか、あ、同じ展開になりましたね。今度は前に黒田を出しました。そして4コーナーでも動かず、6コーナーでもぴったりついたままです。2コーナーで2回仕掛けて2回とも完全に前に出ることはできませんでした。富田今度はどうする、どこで仕掛けてくるでしょう。やっぱり2コーナーでも、これは今のはちょっとね、行こうとしてたわけじゃないですね。いろいろと考え出したか。18周終了、19周目。さあトップ3の中から新見が若干疲れ始めたかなという気配も見えます。そして今度富田あるが6コーナー、6コーナーイン側飛び込みたかったが縁石に跳ねられてちょっと失速、仕掛けることはできません。順位は変わらず最終から立ち上がってくる2番手の富田に3番手の福原がぴったりついている。富田今度は後ろから福原を迎えることになりましたが、2コーナーでまた絶妙のブレーキングを見せています。立ち上がりも OK、 前の黒田にまたつきます。レースは20周目、いよ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 終盤、時も近い。6コーナー、若干イン側に振ったけれどもこれもダメ。富田あるがあそこもダメでここもダメ、いろいろなところを封じられておりますが、どのように攻めていくか。一方の黒田、持ちこたえることはできるでしょうか。黒田早手、先ほどから行かれても結構冷静に返してきました彼。さあ2コーナー、今度は3台のライン、ブレーキングポイントが微妙に変わってきます。何か合図をしましたトップの黒田。さあそして4コーナーのところでは新見がまたまたイン側にラインを振って福原の前に出ました。そして6コーナーの今度は進入から富田が行った、富田アルガが行きました。7コーナーから8コーナー、富田完全に先頭、今度のパッシングは成功。21周終了、残り周回数4周。さあ今度は黒田です、今度は黒田、後ろから新見、福原、見せ場がやってきました。ここで食い下がらなきゃという感じになってきました。サードコーナー、5コーナーのところで富田は後ろをちらっと振り返ります。後ろからは黒田早手がぴったりついている。新見と福原もついてまして、しかしながらこれは3番手4番手が今後競っていくとトップ2での最後バトルがあるかないかという感じになってますが、残り周回数3周。さあ福原が入りました、2コーナーインサイド飛び込んでいきまして新見の前に出ます。さあトップの富田、そして2番手の黒田、先ほどの周回はほぼ同じタイム、残り周回まもなく2周、予選決勝とスタートという課題を残しつつも富田あるが昨日の速さをそのままこのリザルトに結びつけることができるか。さあしかし黒田が来た、黒田が来ました、黒田早手が来る。4コーナーインサイド飛び込む、どうかとちょっと接触しつつ、後ろから福原が来た、福原が来た、福原も接触した、新見が後ろから来る。6コーナーどうか、トップ2は離れた、2番手3番手もちょっと離れました。福原会の後ろに新見、最後のバトルはないか、ファイナルラップ、この周回で決着ついちゃったか。トップ4ちょっと離れました。一方5番手6番手なんですが、広岡陸生に浜口康弘は最後のバトルにコーナー、立ち上がって5番手に浮上、浜口康弘5番手に浮上、トップ4はもう変わりません、もう変わらない等間隔になってしまいました。6コーナーから7コーナー、3番手スタートカーナンバー11番富田あるが
スタートでドロップしながらも見事にリカバリー、 FP ジュニアカデット西地域開幕戦のウィナーとなりました。2番手黒田、3番手福原、4番手新見、素晴らしいバトルを見せてくれました。